これや。東京南部上空どうだ。ええ、探査衛星キーウィが未確認物体を観測したのはこのポイントです。 179N6 で市民が怪物に襲われたとの通報。近いですね。チームライトニング、エマージェンシーだ。了解、出撃します。違う、ターゲットは地上だ。え、地上？俺たちはパイロットだぜ。どうしてファイターなしで出撃しなくちゃならないんだ。グダグダ言うな、任務だ。チーフ、指示を。基本は捕獲だ。しかし状況によっては射殺を許可する。その判断は自分に任せてもらえますね。任せる。全員ジェクターガンのカートリッジを麻酔弾に切り替えろ。行くぞ。なんて跳躍力だ。追うぞ。了解。
北田はあっちの道を、小原向こう行け、俺はこっち行く。了解。待ってくださいよ。北田、小原、撃て。こっちはサバイバル訓練も受けてるんでね、行動パターンを読ませてもらった。もう鬼ごっこは終わりだ。カジオさん、何やってるんですか。早く。分かってる。カジオさん、ひょっとして射撃は下手。おい、カセ。いくら空が専門とはいえ、基礎体力を一から鍛え直さないとな。紹介しよう。特殊捜査チーム、リザードのセルマです。あとはお引き受けします。あの巨体であの跳躍力、地球よりも重力の強い状況下の星で育った生物か。運動不足、これから毎朝走った方がいいよ。ほっといてくれよ。若いくせに回復力遅すぎ。少しはカジオさんたち見習ったら。カジオさん、そうそう。筋肉痛にヒーヒー言ったりせずに射撃訓練に出てるんだから。そりゃ特訓した方がいいよ、あの腕じゃ。偉そうに何様のつもり。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。特殊捜査チームリザードとは、ジオベースの情報部を中心に構成され、地上で発生した超常現象や怪事件を捜査するチームである。ここは危険地域に指定されました。速やかに避難してください。安全な場所なんてあるんですか、今の地球に。何？じゃあ。このカプセルのようなものが昨日レーダーでキャッチされた物体か。はい。しかしあの生物が乗ってきたにしては小さすぎるし。これだけ大規模な捜索が行われているにもかかわらず、未だ発見できない。どういうことだ。リザードの報告によると、目撃情報はおろか、体液や体毛の一本すら発見されないそうです。まるで幽霊だな。これだけの大きさの生物が身を隠せる場所となると限られてると思うのですが。ただどこにいるかはともかく、なぜ姿を現さないかには理由があると考えられます。あいつは夜行性なのか。
のカプセルは地球にはない金属で作られていました。やはりそうですか。昨日の生物との関連はまだ不明ですが、そういえば昼間変わった男を見かけましたよ。変わった男？ええ、なんとなく凄みのある、見た目は普通の。近いですね。やつには分かったんだ、君がウルトラマンだ。昼間やつがどこを巣としているかヒントをやろう。え、木の葉を隠すなら森に。ご苦労様です。今度は外さないぜ。やりましたね、カジオさん。生物は太陽光線を浴びるとガス化する特殊な体質であると考えられます。それで昼間の捜索では発見されなかったわけか。あくまで僕の推測ですが、あの生物は宇宙での過酷な環境に耐えうるために何者かに改造されたか、もしくは自己進化して体質を変化させたのではないのかと。そしてあのカプセルに乗って地球に飛来した。見方を変えればあの生物も被害者なのかも。根拠があるのか。いえ、上層部により怪獣のコードネームはウルフガスと決定された。同時にウルフガスに対する抹殺指令も下された。迷いがあるのか。いえ、あいつが怪物化せずガスのままいられる方法、
ガス。木の葉を隠すなら森に。ガス。そうか。木の葉を隠すなら森に。ガスを隠すなら。第4タンク異常発生。ガスの濃度が急速に減少。まずい。奴が大量の天然ガスを吸収して巨大になろうとしています。何だと？昨夜打ち込んだ麻酔弾が体質変化のきっかけを作ってしまったんです。奴を構成する成分はある種非常に柔軟で、他の機体を同化させやすい。天然ガスを取り込んだとなると火器での攻撃はまずいな。この化学式で発生する物質を凝固して打ち込めば、怪物化したウルフガスをガスに戻すことができます。つもりなんだ。出撃します。奴を爆破させるつもりか。
細胞機関の弾薬はそれぞれ一発ずつだ。外すなよ。バーキュリーズも押しのけて出てきたんですから。外したら赤っ端じゃ。行くぞ。ガスに戻して宇宙へ返す。それで奴を助けたつもりか。ガム、君という奴がつくづく分からなくなるよ。いつか僕のやり方を分かってもらう。必ず。そのつもりでいてくれ。電話のベルが鳴る。その時人間は温泉地を襲う怪事件、それは新たなるメザードの襲撃なのか。次回ウルトラマンガイアマリオネットの夜、君も興味を持たれている。